連合軍は楽器との激戦を制し、浅井長政らを仲間とした。だがオリンポスの英雄ペルセウスの身柄を奪われてしまう。ダッキがペルセウスを奪った理由は不明であった。アレスらの命令なのか、彼女の意思なのか、それともオロチにつながる何かがあるのか。仲間を失い意気消沈する連合軍のもとに、新たな英雄が異界に現れたとの報告が届く。連合軍はアレスらに先んじて戦力を増やすべく出陣した。すでに神の軍勢が。ナタ殿の言う通り、彼らも新たな英雄の存在を嗅ぎつけていたか。ほう、覚えのある旗印よな。猿、世の邪魔をするか。てことは殿もあっちにいそうですな。感動的な再会となればいいんですが。主と戦うことになるんですね。お辛くはないですか。それともまさか派手に寝返る気か。おっと、誤解しないでください。ひとまず顔を見たいって話です。あのお方は何でも表情に出じまいますから。うん、随分と理解しているのだな。いい進化を得られて主君は幸せ者だ。まあその分気苦労も多いですがね。さあ、おしゃべりはこの辺にして、新たなお仲間ってやつを救いに行きましょう。敵を率いるはサルか。この戦、余が預かろう。まずは敵のゴツメを蹂躙してくれよ。趙雲殿、救援に来てくださったのですか。私は自力で抜け出しましたが、まだお二人は。脅威、無事でよかった。残る二人も必ずや救い出してみせよう。どうも嫌な予感がするな。清正、正則、慎重に行くんじゃ。敵将二人、この男福島が下ってやるぜ。わしに任せ。あのバカ、後ろから敵が来ているか。さっさと終わらせた方がいいな。俺らの土地でいきなり囲まれようとは。ややこうかしょ。やすやすと屈伸はするぞ。我に戦う降伏しない。急がねば二人は敵の手に落ちてしまう。書いてくれ皇帝。さすが、見事な働きだ。お前がいると安心して戦えるな。宇永様、全力でいくぞ。ここは秀吉様のため挑ませてもらいます。猿の子が信長を楽しませ。宇永様、あとは頼んだ。劉備殿の軍に救われるとはありがたいことじゃ。砦から出てこないなんて意地っ張り猫だね。私が言って聞かせてあげるよ。わしに任せ。世話焼きの奥方がしびれを切らしてか。あの人の悪気はないんでしょうね。うぬがぶ、見事よ。
で言うの。信長様、これはどうだろう。うわ、魔王君とか聞いてないし。ウムラの戦、強じよう。強じようとか意味わかんねえけど、怖え。さすがは信長殿、苛烈な攻めは曹操殿の戦を思わせる。苛烈も苛烈、二度と敵に回したくありませんね。ま、味方にいても怖い人ですが。私が行こう。これはあれだ、休憩するだけだからな。劉備、また救ってくれた。我、嬉しい。中殿、義援殿を救い出せてよかった。タイロはこの強迫薬が切り開く。このまま逃げるつもりか。流れは変えさせん。我らの目的は果たした。全力で行くぞ。呼吸と義援の連れ撤退するぞ。行くぞ。日は満ち、猿の角、拝みに行こう。なんと、ありゃ信長様か。相手が誰じゃろうと卑怯せんわ。まずいの。秀吉様、落ち着いてください。いざという、さっさと二将を捕らえて終わらすはずが、そう簡単にはいかんかったが。私が行こう。あの力を使わにゃならんかろう。そう、ウムが死ん、信長が見極めてくれよ。私が行こう。わしに任せ。サル世に逆らうか。ハハハハハハハ。秀吉様に手出しはさせん。秀吉様、今のうちに撤退を。すまんな三成、義経。星の子、なめるなよ。負けたのは猿の子が。行こう。面白い話でも語ろう。助けてやるか。敵は信長殿が食い止めてくれよう。追いつかれぬうちに引くのだ。リュウゼスパ、お見事な戦ぶりです。長子竜、感激しました。お前、真三国無双か。秀吉つったか。あいつ何か目立っててうるんだよな。見た目は確かにそうですが、こちらは先行で注目を集めるとしましょう。秀吉様のご苦労も知らずシャシャリ出られては困ります。その誓い、信長をもしない、見せて。悪いな、引かせてもらう。引く。すぐ。この見事な戦ぶりじゃ。じきに勝利も転がり込んでまいりましょう。劉備、来てくれた。おお、ギエル、またお前に会えて嬉しい。お前、すごい。
鍛錬の賜物ですね。筋がいいわ。あなたこそ迫真の弓さばき、お見事ですが、小娘とは失礼です。すまんな、この人は良い戦ができそうだ。わしに任せ。人間二人を捕らえるのに何を手こずっている。タイロー塞がれたか。これはどうだ。あやつとの戦いは避けられんな。私が行こう。全力で行くぞ。バッター列車客。ほう、選ばれたのは秀吉ではなく三成だったか。しかし力を持ちながら敗れるとは不甲斐ない。私が行こう。うん、女神の登場だな。関東殿、彼女を倒せば大いに目立てましょう。天は、それはそうかもしれんが、さすがに相手が悪い気がするぞ。お主こそ真の三国武将や。一つ取りたい。ベルセウス殿は無事か。何をよまいごとを。やつはお前たちがかくまっていたであろう。いや、先日ダッキに連れ去られた。彼女とお前たちは仲間ではないのか。私が行こう。死になってまか不思議なことに巻き込まれたもんじゃわい。救われた恩を返すためにも、元の世界に戻るためにも、今日白薬治癒をもってお役に立ちましょう。我劉備のため頑張る。ああ、どうかよろしく頼む。それにしても妙ですね。アテナはダッキとは関係がないようでした。我らは一体誰と戦っている。想像以上にややこしい世界だ。殿も楽しそうな格好の割には随分頭を悩ませてるみたいですよ。なんとかなったようだ。よかったよかった。よし、うまくいったな。よし、まずまずの結果よ。